はい、頑張れ、浪人生。はい、浪人英語、その後です。はい、才能はいらない。まあまあ、詳しいことは、ヨゼフさんね。はい、15年かけて兄弟数学が分かった。真理を探求し、追求し、そして、という、お方ですが、はい。彼の言うことを聞いてみると、かなり納得がいく。英語、才能はいらない。簡単に言うと、好奇心、キュアリオスティ、はい、それと、高速音読法、そうね、高速で、スピードをつけて早く言うことが大事。じゃあ低速ではゆっくりやって納得する、頭に入れる、はい、デイリーカンバセーション、日常会話って、こんなもんです。国際結婚した、すごい、国際結婚したね。はい、やっても朝だったら、普通人類である限り、ただしプリミティブトライブス、プリミティブピーポー、2万5000年前からの暮らしを守ってきた人たちとは、やっぱりやはりかなり違うだろうとは想像できますが、はい。デイリーカンバセーション、デイリールーティーン、ルーティーンコンバセーション。朝、私に触れないで、don't touch me, don't touch me。一生懸命トイレに行かないよう我慢してるのよ。I'm trying very, very hard not to go to the toilet、というふうなことです。そんな話はどこでも起こる。それを、英語で言う、他の言葉、日本語で言う、まあ、一応大体見て分かるのは、古いフィーメールズの方が男よりも、言語習得能力は高いようです。それは、ただしこれも、特別の訓練を受ければ男でもかなり、女性に迫ることはできるであろうと。はい、昔からロシア人、それからウクライナ人、そういうスラブ系の人たちの言語を習得する能力はかなり高い。そもそも記憶力、記憶増進訓練をやっている。下手に彼らに、要求すると、例えば、この映画どんな筋だった、向こうは本当に聞きたい、じゃあ、映画は2時間あったから2時間かけて話をしようか。へえ、ね、ロシアでそういう教育を受けた。最初は不可能に思えた。しかし、繰り返し訓練を受けているうちに、自分もそれになんとか加わることができた。というふうな話もありますから。はい。で、このキャットイングリッシュに貼り付けてある、スラブ系の人たち、はい、ロシアの人たち、ロシア、それからウクライナの人たちの、女性の、日本語能力、これを見たらわかる。昔から、
ロシアの外交官を利用、彼らは流暢にフルエントジャパニーズを話せるやったんや。アメリカ人はそういうことはしない、できないやなくて、まあまあしない。今さら、日本は占領してるんだから、もし日本がインディペンダントインダリアルセンス、本当の意味で独立しようと思ったら、 Be independent. We should try very hard to be independent of any other country. となります。 Keep trying very hard. Daily routine.まずインプットに励む、ゆっくりのスピードでもいいから、それに励む。そしてだんだんスピードを速くしていって、はい、受験でいうと共通試験の英語リスニング本物に合わせてのスピードでやっていく。はい、というところで、今角川の社長か会長かは、狙われてるから、ターゲットにされている検察特捜部にというわけでしょうけど、社員は関係なく働いてる。はい、角川の黄色を、で、共通試験対策英語竹岡、はい、CD もつけてあります。 CD もこれ、共通試験になってから、英語でも、アメリカ一辺倒ではなく、これがセンター試験の時とちょっと違ってる、そして、だからアメリカ、イギリス、オーストラリア人、3種類の人々、国籍の人々のネイティブスピーカーを用意して、そして録音しました。はい、で今年の分も去年の分も、そうです。はい、スピードを本物に合わせてる、本物に合わせて、やってます。はい、これに慣れていくと、あと3ヶ月先、3.5 ヶ月先の、本番入試でも、驚くことはない、驚くことはありません。はい、いいですか。だから、このキードボンの、ケチなこと言わんで、新しいハンボ買ってますね。落ちた人、苦労人の人、はい、それから、テキストなしで聞く、テキストなしで流し聞きしてもやってもちゃんと分かってるか分かるかをチェックする。はい、それから、リスニング対策としては、東大のリスニングコンプリヘンションでも2回繰り返してやっている。だから1回で、内容を聞き取って答えるっていうのは不可能に近い。だから2回聞かしている。で、共通試験なんで2回をやめたんかと、これは圧力ですね。英検でやってる、1回聞きでということ。はい、だからリスニングとは1回でなきゃいけないという外部の圧力もあったようです。はい、だからこんな風に、1回に難しいやつが1回分になった。しかしそれは、本文の方に、誘導している文章資料がある。それを先に目を通すわけです。そして予想して、
その、ガイドラインに沿って解いていったら解けるようになっています。この超高基本的なやり方を間違っていては高得点は、170以上は取れません。わかりましたか、やり方は。はい、はい、だから黄色ポン、きちるな、きちるな、はい、やっていこう。であれば、188ぐらいは取れるか。188取れたら、東京大学、東京大学の英語、東大は共通試験とかそんな当てにしてませんから、自分の大学の問題を、信頼してる、はい、共通試験を当てにはしちゃいない、はい、ということです。はい、では正しい方法でこの今日一日、はい、頑張りましょう。今日は、スポーツの日ですから、はい、頑張ろう。運動はしても構わない、散歩しながら聞いていく、耳から。ただし安全確保、安全確保です。